本家本元歴史一問一答聞き流し動画。義務教育をもう一度学び直せる一問一答歴史編には講義編もあります。その名もなぜと流れで義務教育をもう一度歴史編。義務教育をもう一度学び直せる一問一答に完全準拠の講義動画。義務教育の内容は日本人として知っておきたい基礎的な教養だから、中学生はもちろん大人の学び直しにもぴったりな一本です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。国ごとに置かれ軍事や警察を担当した鎌倉幕府の役職は何か。守護。荘園や公領ごとに置かれ土地の管理を行った鎌倉幕府の役職は何か。地頭。鎌倉に開かれた武士政権のことを何というか。鎌倉幕府。鎌倉に幕府が置かれていた時代を何時代というか。鎌倉時代。将軍と主従関係を結んでいる武士のことを何というか。御家人。御家人の持っている領地の支配を保障したり新しい領地を与えたりすることを何というか。御恩。御家人が幕府のために警備を行ったり戦ったりすることを何というか。奉公。政所の長官のことを何というか。執権。執権を中心に有力御家人が話し合う政治のことを何というか。執権政治。幕府が京都に兵を送り後鳥羽上皇の軍勢を破った戦いのことを何というか。承久の乱。承久の乱後京都に置かれた朝廷を監視するための機関を何というか。六波羅探題。同じ土地に米と麦を交互に植えるやり方を何というか。二毛作。寺社の門前などに定期的に開かれた市のことを何というか。定期市。鎌倉時代に主に輸入された中国船のことを何というか。宋船。東大寺南大門の金剛力士像は誰の作品か。運慶、快慶。後鳥羽上皇の命で編纂された和歌集を何というか。新古今和歌集。平家の滅亡を記した軍記物語を何というか。平家物語。南無阿弥陀仏さえ唱えれば極楽浄土に生まれ変われると説いて浄土宗を開いた人物は誰か。法然。法然の弟子で後に浄土真宗の開祖とされた人物は誰か。親鸞。踊りながら念仏を唱えることを主張した人物は誰か。一辺。一辺の開いた宗派を何というか。次宗。南無妙法蓮華経を唱えれば救われると説いた人物は誰か。日蓮。
座禅によって悟りを開こうとする宗派を総称して何というか。禅宗。臨済宗を開いた人物は誰か。永斎。曹洞宗を開いた人物は誰か。道元。中世、モンゴル高原にいる遊牧民族が統一して建国した国家のことを何というか。モンゴル帝国。モンゴル帝国の建国者は誰か。チンギスハン。モンゴル帝国のうち、中国とモンゴルの地域に建国された国のことを何というか。元。元の建国者は誰か。フビライハン。蒙古襲来の際の鎌倉幕府の執権は誰か。北条時宗。一度目の蒙古襲来のことを何というか。文永の役。二度目の蒙古襲来のことを何というか。公安の役。鎌倉幕府を倒すための計画を二度行った天皇は誰か。後醍醐天皇。鎌倉幕府滅亡に貢献した鎌倉幕府の有力御家人は誰か。足利尊氏。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇が行った政治のことを何というか。建武の新政。14世紀後半、2つの朝廷が並び立った時代のことを何というか。南北朝時代。足利尊氏が京都に開いた幕府を何というか。室町幕府。足利尊氏が京都に幕府を開いた時代を何時代というか。室町時代。一国の支配者のように成長していった守護のことを何というか。守護大名。足利尊氏の孫で室町幕府第3代将軍となった人物は誰か。足利義満。室町幕府では将軍の補佐役のことを何と言ったか。管領。室町時代の氷菓子業者を何というか。土葬。14世紀後半に中国で建国された国は何か。明。14世紀後半頃に朝鮮や中国の沿岸で暴れ回っていた海賊集団のことを何というか。倭寇。明との貿易で持参を義務付けられた朝貢の証となるものを何というか。漢王。14世紀末、朝鮮半島で建国された国は何か。朝鮮。朝鮮を建国した人物は誰か。李成桂。朝鮮はどの国を滅ぼして建国されたか。高麗。15世紀、沖縄を統一して建国された国は何か。琉球王国。琉球王国ではどのような貿易が盛んに行われていたか。中継貿易。
室町時代の運送業者で社食以外のものを一つ答えよ。馬借。室町時代、仲買商人のことを何と呼んだか。問い。中世に結成された同業者組合のことを何というか。座。中世、有力農民によって運営された自治的な村のことを何というか。宗、または宗村。15世紀半ば、有力守護大名が東軍と西軍に分かれて起こした反乱を何というか。応仁の乱。応仁の乱が起こった当時の将軍は誰か。足利義政。応仁の乱後、黒人と農民が守護大名を追放して自治支配を行った一揆を何というか。山城の国一揆。一向宗の信徒たちが起こした一揆のことを何というか。一向一揆。家来が主人を倒す風潮を何というか。下克上。応仁の乱後登場した実力で国を支配していく大名のことを何というか。戦国大名。平地に城を築いて形成された町のことを何というか。城下町。戦国大名が自らの領国を統治するために制定した法令を何というか。文国法、または家法。足利義満が京都の北山に建てた別荘を何というか。金閣。墨一色で描かれた絵画のことを何というか。水墨画。猿楽が芸術の域にまで高められて完成したものは何か。能。足利義政が京都の東山に建てた別荘を何というか。銀閣。室町時代に生まれた住宅建築の様式を何というか。書院造り。明にわたって水墨画を学び、日本の水墨画を発展させた人物は誰か。雪舟。能の合間に演じられた笑いの要素を入れた劇のことを何というか。狂言。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。大学受験一問一答で圧倒的な人気を誇る本家本元一問一答聞き流し動画に中学生版が登場しました。中学歴史の重要用語が一気に学べる一問一答の誕生です。義務教育の内容は日本人として知っておきたい基礎的な教養だから、中学生はもちろん大人の学び直しにもぴったりな一本です。監修は日本史一問一答のトップシェア、東進ブックス日本史一問一答完全版の著者、金谷俊一郎先生。読み手は私たち教育系朗読ユニット朗読娘が担当。耳に残り頭に残る朗読を心がけました。収録は文京区湯島にある私たち朗読娘の自社スタジオ、朗読部屋スタジオ。プロレベルの機材とスタジオで圧倒的な高音質でお届け。講義編動画もあります。義務教育をもう一度学び直せる一問一答歴史編。収録は朗読部屋スタジオ。